2021シーズンの J リーグ開幕直前オンライン記者ミが23日に行われた FC 東京に所属する MF 阿部シュート開幕戦に向けた会見に臨んだ。今シーズンの J グはダゾーンでいつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月部お試し実施中、明治大学から特別指定選手を、で、昨季から正式に FC 東京に加入した阿部。プロに目を迎えた阿部が、今季の FC 東京について話し、阿部は、FC 東京は、昨季同様に攻撃的なサッカー、していくということで4、3、3を、また、取り入れ、いく中で、それに、もっと攻撃をプラスして、もっと全員が、攻撃参加できるようなサッカーを指していく。また守備では、堅守というところ、ゴール前は固く、奪ったら、カウンターで出て、くようなサッカーを見せていきたいなと思えてますと今季の FC 東京について話した。昨季は6に終わった FC 東京。AFC チャンピオンズリーグ、ACL 出場、獲得、J1 制覇に向けて攻撃サッカーで挑む。りょう。